こんにちは、ハコア製造佐々木です。今回は商品解剖、見たことのない切り口でハコアの魅力に迫っていきたいと思います。今日は印鑑ケースの第2弾、磁石の突起についてです。早速製作現場にお邪魔してみたいと思います。職人の西野です。製造部の西野です。よろしくお願いいたします。今日は西野くんに作業の解説をしていただこうと思います。早速ですが、この磁石の突起、どういった効果があるんですか？お客様は触れないところなので気づかれている方はほとんどいないと思うんですけど、突起があることで出し入れの音や感触に違いが出ます。今見ていただいたように、ほんのわずかな違いがこの商品の魅力を高めているんですね。ますますどんな人がどんな思いでデザインしたのか気になってきました。次回動画では開発者にお会いして商品の魅力を深掘りしてみたいと思います。